リドルフ・マクジンスキは、オーストリア・ハンガリー帝国出身のピアノ奏者、作曲家、オパティアの生まれ。1919年から、ブルノ音楽院で、レオシュ・ヤナーチェックとフランティシェクのイマンに、音楽理論、ビレーム・クルツにピアノをそれぞれ学び、1927年に、同音楽院のマスターコースで引き続きクルツの、訓導を受けた。 1930年から1945年まで、ブラチスラバ放送の専属ピアノ奏者。1945年から1953年まで、スロバキア国立歌劇場のピアノ奏者を務めた。1953年から、ブラチスラバ舞台芸術アカデミーのピアノ講師を務め、1957年から、同アカデミーの准教授。1968年から、教授に昇進した。 ブラチスラバにて死去。ルードルフ・マクツンスキー29-4-1907から2-2-1986クルテュルのポリティッキーカレンダー1987-164ルドルフ・マクツンスキー2019年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年8月14日閲覧ルドルフ・マクジンスキーディスコングス ありがとうございます。